洗っていいと思う。モザイクぐらいじゃんかけん。なんでモザイクかけんの。なんで読んだんすか。顔ちょっと苦手や俺。いやちゃんと言うなよ。こんにちはクジャクなんです。始まった、はい、変な始まり方。5人目のゲストということで4人目ちゃん把握しておいてください。あ4人目かごめん。4人目のゲストということで、はい、じゃあ自己紹介お願いします。サンミュージック所属ので来てくれたんですけど、まだ言うてないね。何で言い切る前に切る。相方気に入ってるわ。ツッコミ取れるやん。いやいや、やりやすいんかい。いや、それなら良かったです。サンミュージック所属の、ブタマンモス の、はい、山下大車輪と言います。山下大車輪。あ、そうです。なんでそんな名前親つけたの。親本名なわけないやろ。大車輪なら親バグってるって。いや、ブッチャー。ブッチャーさんではないですよ。誰がつけたの。入る前からちょっと竹山って言うな。僕先輩やねんから。上手。やめてください。上手。やりにくいな。全部なんかやりにくいね。ちょっとやめてください。耳に優しい声やな。いやそこの聞ける。そこなんかや。 M1 どれぐらいいった。いや M1 全然もう2回戦で落ちてます。でしょうね。ちゃんと言うなよ。上手。全部上手。これは何回戦やと思うの。何回戦ですか。1回戦。じゃあもう決まっていきます。今のあんま上手くない。え、なんかすっとやってほしかったな。いやなんて言えばいいの。1回戦は言いにくいやな。なんかあんな、はい、あるんすかその代表作みたいな。代表作、まあ今なんか出たとか。あテレビとか。あテレビとかっすか。あもう去年まあ、もう探したら TV っていう設楽さんの深夜番組に。いやテレ朝です。おう、で なんで出たん。なんか歌ネタ特集みたいなやつで。歌がうまいの。じゃあ。いや全然歌うまくないですけど、なんか無理やりギターのネタ作ったらただ通ったんや。だけで。まあだから去年もう1回しかテレビ出てないですけど、その時のネタちょっとやってもらって。いや引っ込みやって。僕、何もないっすよ。上手やわ。いや、もうやめてくる。上手が一番やりにくい。ほんま上手。めっちゃやりにくいっすか。上から言われてもな。今年齢おいくつ。今、28歳。芸歴は。芸歴9年です。結構。もうずっと、コブラマンモスでやってる。いや、豚マンモスやってる。なんで動物変えたんですか。上手。やめて。ちょっとやめてくださいよ。え、ほんまにずっとそれでやってんの。9年か。違う。変えて。豚マンモスのコンビ、2年ぐらいです。2年行ってないぐらい。大阪でやったの。もともと大阪吉本で NSC？ あの一般なんですけど、え、クジャクさんさんも NSC ですよね。大きな NSC ですよね。何期生？僕一般ですけど、あの34期です。え、何年前に行ったん。だから、同期で言ったら誰がいるの。まあ、ミキの亜生君とか。ですね、売れてる人。あ、さやかとか。むちゃくちゃ騒いでん。ちゃんと言うなよ。いや、痛ないね、自分でも。俺もあんまいじりにくい。俺もっとひどいから。まあまあ、俺らで言うとね。俺24期やで。24期さんですか。うんうん。え、同期って誰。江原正宏。あ、江原さん。だから、かまいたちとかジャルジャルいるやん。はいはいはい、あれより先輩やね。まあまあまあ、芸歴だけで言うと。そうっすよね。あ、そうっす。こんなとこでこんなことしてる。いや、まあ、これは全然いいですよ。じゃあ、10年先輩ってことですよね。え、じゃあ、出身大阪ってこと。僕、出身愛媛なんですよ。あー、松山。松山です。へー、もう何もないんかい。愛媛の情報ないな。飽き出しちゃった。ほんまに上手やな。やめてください、ほんまに。ほんまに上手やな。多分、相方結構ずっと一緒にいたいと思ってると思う、うんうん、え、本当ですか、うん、いや、前回小西くんやん。あ、小西。全然ちゃうもん。いや、ちゃうな。わー、下手、小西。そんなことないです。あわあわして、まあ、若いから。全然ちゃうわ。いや、小西も上手いと思いますけどね、まあ、なんでフォローせなあかんねん。後輩の。ほんまに全然もう、全、はい、もう人気もないの。人気あるわけないでしょ、ほんまに。はい、相方もなんかそんななんかずんぐりむっくりっていうか、そんな感じなの。いや、相方もシュッとしてへんの。シュッとしてないです。あ、100キロあります。大丈夫。え、まあ身長185センチ、100キロあって。キャラクターあるやん。あの、いや、もう全然、童貞なんで。あ、そういう人なんや。でっかい童貞ですね。へぇ、はい、じゃあそっちの方がまだ目立つというか。そうですね、まあめっちゃもうキャ、もうほんまにキャラみたいな。なんで自分来たん。え、そっち来てほしかった。呼ばれた。急に電話かかってきたから、小西から。それでよう、なんでも僕らのこと知ってたんですか。ね、いや、もちろん存じてますよ。それはもちろん。どんな印象やったんですか、僕らの。いや、もうほんまにいかつい人っすね。僕がすか。絶対そうでしょ。こっちはじゃあ逆にどんな印象。俺なんか全然普通や。いや、優しそう。そうそうそう。ああ、そうですよ。
前科あるけどね。前科あるんかい。否定してくれ。2班もこれほんまの話なんでお笑いやってんねん。売れるわけないよ。マジで前科2班ある。マジでほんま数でやってんのそれ。なんかどういうことですか。こんな上手にそんな数で出てるやろ。なんかちょっと練習してきた。こんな上手に喋る人見たことない。先輩の出るっていうのだったらさ、スイッチは入りますよ。上手やわ。やめてください。全然な、そのサンミュージックのライブでもなんかその上位にいるとかそんなんもなく。いや別に大したことないし。全く全くです。もう全然何もないです。売れてもうテレビも全然。仲いい先輩とかいるの、サンミュージックで。仲いい。もう全然ですよ。もう全部全然ですよ。マジで何しに来た。いやいやいや、ほんまに。ちょっと待ってくれ。ほんまやな。マジで何しに来た。ほんまに。いやいやいや、なんだ。え、で自虐したらあかんし。自分がやってる YouTube はちょっと、ああ YouTube 跳ねてんの。そう、まあ、ちょっと正直結構跳ねてて、だから1万いってるやつ18万再生とか。お、それはすごいわ。はい、そう、何をやってたの。なんかあのピンポイント漫才って自分で勝手につけて、おーおー、なんか丸々のなんかファン、それぞれのファンにしか伝わらん漫才みたいな、おーおー、ミスチルのファンにしか伝わらんとか、おーおー、なんかいろいろやってて、それのあのジャニーズの最近あのスノーマンっていうグループの漫才したら、それがバーンって、それを今やって跳ねてんの。いや、ちょっと跳ねましたね。その三拍子さんのネタやんな。パクってるよ。パクってないですね。ここでパクってるって言ってパクってる。どっちにも転ばす。いやいや、三拍子さんは時事ネタ、時事やらあるしね。やってはるんで。あったりするんですか、あの辺は。三拍子さんと。あ、まあライブ一緒に。喋る子はやっぱり。まあ、全然優しいです。めちゃめちゃ優しいです。まあまああっちもパッとしてへんしね。なんでそんなこと言うの。三拍子さん、俺らより先輩ちゃう。大先輩、全然上やと思うで。上上で、なんかくすぶってるけどね。いや、そんなん言わん、まあ、そんな、なんて言えばいい。こっちは、え、ほんまなんで売れへんの、こんな面白いな。いやいや、知るか。僕は一番聞きたい。厳しいよね、世間、なかなか。いや、それ売れたいですけどね、もちろん。めっちゃ鳩も飛びますわ、それ。でも、話すことないし。ないならよ、なんで言うの。もうないなよ、なんで言うの。まあ、もう十分。嘘でしょ、ほんまほんま。編集もめんどくさい、あんま喋られたら。そう、いやいや。見直さなあかんし。こういうのなんか、そうそう、トークテーマあるんじゃないですか。でも中身キュッて詰まってたから。うん。いや、詰まってないしよ。吉田に突っ込ませよー。ということで、2人でキーワード考えて、はい、はい、例えば逆やって僕に突っ込ましたいと考えて、1人ずつボケさせて、ボケて、僕に突っ込んだ方の勝ちということで。あ、分かりました。キーワード一緒でいいの。え、一緒のキーワード。2人で決めていいです、1つ。その突っ込みを言わすために、交互に僕。え、交互に、交互にボケていって、僕がそのツッコミ出た方の勝ちということです。なるほどなるほど。一人一回ずつでこう順番交代で。ああ、わかりました。じゃあちょっと吉田さん言いそうなやつを。ああ、これをじゃあ、はい、じゃあちょっと、ええ、ちょけ、これって先行。じゃあ山下君からにしますか。これ込みで。ああ、はい、これ突っ込ますようなことしてくださいよ。はい、うんうんうん。じゃあ山下君から。はい、俺いた方がいい。邪魔。いていいでしょう、別に。いや、もう、じゃあ吉田さん言いそうなツッコミ。ああ、はいはい。いや、僕もう売れてないし、なんかもう生きる価値ないっすわ、もうマジで。なんか楽しいこととかないし。もうやめてまえ。ああ、惜しいな。これああ、違いました。じゃあ次、田中さんがそのキーワードを言わすようなこと。キーワード言わさなかった。言わさなかった。今からあのコント、コント、ショートコントやります。あの死体の役やろうかなと思ってます。で、俺が死んでたら死体の役やろうかな、どうしよう。あ、死んでるやないかい。田中のわけわからなかったな、今の。じゃあちょっともうここ崖なんで。いや、ちょっとやっぱ怖い。いや、でもちょっとほんま決めたからな。死ね。正解。早く死んでくれでした。吉田さんが普段から言ってそうなんで。まあまあまあ。いや、出せんのかい。いや、まあ取ってないんで。取ってないんかい、嘘やろ。山下君勝利ですよね。なんで取ってない。まあまあまあ。ということで、田中さん罰ゲームで、山下君からビンタを。え？いや、10年先輩ビンタできないですよ。やりにくいっすか。いや、俺も10年。じゃあもうビンタかキス選んでください。いや、ほんまにこのご時世キスするわけない。じゃあ山下君、聞いてくれ。ビンタの方お願いします。そっち。そっ
そっちか。顔をこう向けたかったや。なるほど。そういうことや。うわ、いつもと違うパターンだ。いや、よかった。いつも逆やったんですね。いつもみんな右で来るから。右で来るから、ね。こうなる思ってたら。うわ。まあ、ほんまに撮ってないですけど。なんで撮ってないねん。何のため。絶対変な人や。公園でビンタしてる。やわ。やめてくれ。やりにくいやりにくい。山下くんいいな、ほんまに。マジっすか？嬉しいっすか？急に電話していい？ちょっとほんまにやすね。なんでなんで？いや、その飯ぐらいおごる。おごるやったらいい？言っていいっすか？はい。あの、ソニーの鬼塚、鬼塚無双です、ね。知らんな。知らんのや。ソニーに行っとんだ。ソニーに、サンミュージックで来ると思ったけど。サンミュージック続いたから、違う方がいいかな。あ、変えた、変えた。はい、そういうこと、ありがとう。若い子？トッシーは僕より上なんですけど、芸歴は僕より下で。クジャクダン知ってんの？知らん、知ってるでしょ。あ、でも言いましたよ、クジャクダンさんの。これいいって言ってたんで。はい、ま、僕みたいなツッコミ、めっちゃツッコむ。ほんまに？はい。今こう、最初阿部美奈ちゃんっていう子がいて、阿部美奈、はいはいはい、で、小西くんで、はい、山下くんだんだん面白くなってる。いや、阿部美奈、阿部美奈めっちゃおもんないみたい。めちゃめちゃおもんなかって、帰ろうか言うぐらい。なんでそんなこと言うねん。小西くんパッとせえへんし。いや、頑張ってた。山下くんやっとええの来たと。あ、マジっすか。これ手応えあったなと。いや、なんかその下げるのもかわいそうやな。で、鬼塚、鬼塚タイガー、鬼塚無双ですね。鬼塚タイガーちゃうわ。のな何くん、鬼塚無双っていうあのピン芸人、ピン芸人のコーナーや、はい、横にいる。それでいいよって言ってくれたな。確か普通嫌やもん。めっちゃええやつやん。マジですか。キース、キース。あ、ちょっと待ってください。なんでやねん。カーテンが、カーテンが、ほんま、どんなタイミング。あ、もしもし。あ、今切れました。あ、でも出るんじゃかけた。あ、出ますね、うん、ちょっとじゃあ絶対かけますね、すいません。鬼塚タイフン、はい、あ、もしもし、もしもし、鬼塚今行ける、はい、今起きました。あ、おはよう。おはようちゃん、おはようございます。あの、はい、なんかあの、前言ってた、はい、クジャクダンさんのあの、YouTube、はい、今、あの、撮ってて、はい、あの、僕の次、鬼塚頼みますってやつ。はい、わかりました。はい、あの、もしもし、はじめまして、クジャク団の吉田です。あ、どうも、鬼塚です。よろしくお願いします。僕、クジャク団ってご存知ですか？あ、知ってます、知ってます。あ、知ってるの？はい。あ、そう。あれですね、すごい失礼ですけど、なんか、やたら遅刻されてる感じ。ほんまに失礼やな、もう。その通りやけど。いや、その通りなんかや。ちょっとあの、何やったっけ、あの、小西くんから、あの、よだれ鳥の小西くんから紹介していただいて、大下くんやったっけ、はい、山下や。山下くん。小島さん、大島って間違えるとは、またちゃうでしょ、これ。何なんすか、その間違えた。ごめんごめん。あの、こっち盛り上がってて、ごめんごめん。いらんことして。すごい盛り上、飲みに行くし、この後な。いや、いかんいかんいかん。行くわけないでしょ。行くわけないでしょ、川下くん。山下やって、どんな店やの、もう。もう、帰らせてくれ、早よ。なんでやねん。やりやすいな。もうええって。じゃあ、クジャク団の YouTube 出てくれるかな。いいと思う。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。この番組は本当にこれで合ってます。合ってる、大丈夫、大丈夫。任しといて、ほんまに。うん。ありがとうね、鬼塚くん。またじゃあ、連絡します。はい。